は一列車大勢看板号をご利用いただきましてありがとうございます。若葉と坂戸の遊ぶくらいしか発車は9時15分です。発車は9時15分です。ご乗車になりましてお待ちください。お客様各自お手持ちの着席整理券ご確認の上指定された号車にご乗車くださいますようお願いいたします。池袋を発車しますと次は坂戸に停まります。池袋を発車しますと次は坂戸に停まります。9時15分に発車をします。臨時電車の尾鷲販売号尾鷲行きです。15分の発車までもうしばらくお待ちください。しております。9時15分に発車をいたします。臨時列車の尾鷲販売号尾鷲行きでございます。皆様お手持ちの着席整理券ご確認いただきまして、指定された号車にご乗車いただきますようご協力をお願いいたします。池袋を発車しますと次は坂戸に停まります。池袋を発車しますと次は坂戸に停まります。発車は9時15分です。ご乗車になりましてお待ちください。本日は臨時列車尾鷲販売号尾鷲行きご利用いただきましてありがとうございます。15分の発車までお待ちください。皆様お待たせをしております。本日は臨時電車尾鷲販売号尾鷲行きご利用いただきましてありがとうございます。9時15分の発車です。15分の発車です。ご乗車になりましてお待ちください。池袋を発車しますと次は坂戸に停まります。次は坂戸に停まります。15分の発車までもう少々お待ちください。Hold on.
紙。大変お待たせいたしました。15分、まもなく発車時間ですので、ご利用のお客様、ご乗車ください。お手持ちの着席整理券、指定された号車へご乗車をお願いいたします。15分の発車です。まもなく発車時間です。ご利用のお客様、ご乗車になりましてお待ちください。臨時列車、保護性完売号、保護性行きでございます。次は坂戸に止まります。次は坂戸です。まもなく発車します。終わりますとドア閉まります。お近くのドアからご乗車ください。ご乗車になりましてお待ちください。臨時列車保護性完売号保護性行き、まもなく発車します。次は坂戸に停まります。
ご利用の皆様にお知らせいたします。この電車はただいま時間通り上板橋駅通過いたしました。本日は臨時列車の越生関内号越生行きご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は坂戸に停まります。坂戸には9時58分の到着予定です。お願いがございます。坂戸からは一般の列車としてワンマン運転を行います。坂戸からご利用のお客様もいらっしゃいますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。なお、越生線内はワンマン運転を行っております。センターで安全確認を行っておりますので、電車から降りられましたら、電車からは十分離れてお歩きください。ご協力お願いいたします。この電車、終点越生には10時30分、越生には10時30分到着予定しております。越生駅から越生前にお越しのお客様、駅前から臨時のバスが運転されております。この電車越生に10時30分到着予定で、バスの発車は10時38分、その後53分がございます。駅前から前に入り口までバスですと15分ほどかかります。道路が混雑しておりますと、バスが時間通りに運行できない場合もありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。また歩いて梅林まで行かれますと、歩いてですと1時間ほどかかります。ここで越生関内号についてご案内させていただきます。本日は14年ぶりに本日限りの復活運転を行っております。越生関内号、1996年から2003年まで池袋駅から越生駅まで直通臨時列車としまして、ノンストップの運転をしておりました。2000年からは途中の浅草駅と東京駅に停車しまして、2003年まで越生関内号の運転を行っておりました。本日は14年ぶり本日限りの復活運転でございます。坂戸到着の際には搭乗線から越生線のホームへ直接入線いたします。普段は体験できない貴重な入線シーンお楽しみください。本日は臨時列車越生関内号越生行きご利用いただきまして誠にありがとうございます。もう一つお知らせがございます。これより越生関内号この電車の乗車記念といたしまして、オリジナルフォトフレーム、電波時計、車内限定80個、1個3000円にて販売をいたします。後ろの車両から係員が車内にお邪魔いたします。
どうぞ乗車の記念にお買い求めいただきたいと思います。お係員が近く通りました際にお声かけください。
ご利用の皆様に繰り返しましてご案内させていただきます。本日は臨時列車越生関梅号越生行きご利用いただきまして誠にありがとうございます。ただいまこの電車の乗車記念といたしましてオリジナルフォトフレーム電波時計車内限定80個1個3000にて販売をしております。この列車の乗車記念としてお一ついかがでしょうか。後ろの方から係員が車内お邪魔しております。お買い求めされるお客様どうぞお気軽に係員近く通りました際にお申し出ください。この列車のご乗車記念といたしまして越生関梅号のオリジナルフォトフレーム電波時計車内限定で発売しております。ぜひお買い求めお願いいたします。
Thank you.
しあれだったらこのメールアドレスにメール送ってくれればこのファイルを送れるの。ああ、いいですね。
Thank you.
メールで送っ、いや、Facebook で、ナルセです。あ、そうなんだ。どうも。後で、メッセンジャーで送ります、はい、家帰ったら送りますので。ここで完売号でございます。
でもね、猫はまだいっぱいあるから大丈夫だよ。ね、あるからね。押さえててもらっていいですか。
はい、ここ軽く下を押さえるだけで、この、はい、ここの部分、はい、親指で押さえてるだけで、ちょっと機械ではできない、細かい作業は11時20分だったんですか、表行きです。次は日本橋です。日本橋です。表線はワンマン運転を行っております。
Thank you.
次は右側です。The next is 石尾屋。 The doors on the right side will open. This is aI'm gonna make it.
お
降りの際は足元に十分ご注意ください。The next station is Yushikawa. The doors on the left side will open. はい、わかりました。